こんばんは、みかげです。今日はお家でマフラーを編みました。結構長くなってきたんですけども、まだちょっとあと一玉でちょうどいいかなぐらいです。頑張ります。今日は夜のウーバーイーツに行ってこようと思います。日中はちょっとマフラーをやって時間を忘れてしまいました。ちょっと寒いですけど、いっぱい服着たんで頑張っていきたいと思います。落ち着いたらまたマフラーも編もうと思います。行ってきます。皆さん、また明日。